どうも、コーズです。今回ですけども、アルビレックス新潟藤田和樹選手に町田がオファーの噂ということで、J1 昇格が決定してるね、町田ゼルビアがオファーしたなんていう噂があって、朝のニュースでも取り上げたんですけども、今日はそれについて掘り下げてみようの動画になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。熱の噂ということで、現在、新潟から栃木 SC にレンタル中のゴールキーパー藤田選手に対して町田がオファーの噂ということで、現在、去就は未定となっていると、栃木に残るのか、新潟に戻るのかも含めて、その中で町田がオファーしたんじゃないかという話も出ていると。ゴールキーパー小島選手が他クラブに移籍した場合に新潟はレンタルバックさせるつもりともということで、まあ、小島選手はね、浦和が正式にオファーを出したなんていう報道もある わけですけれども、まあ、その現在、低ゴールキーパーである小島良介選手の去就が、まあ、藤田選手の去就にも影響するというふうなところが触れられていると。藤田選手について、触れていくとですね、2020年アルベルト監督の下で、まあ、出場機会を得ましたね。小島選手が開幕スタメンだったんですが、怪我とかもあって、その第2ゴールキーパー的なポジションで藤田選手抜擢されてて、21試合も出てます。だから、その翌年ね、阿部選手が開幕スタメンだったんですけど、阿部選手はね、そのなかなか出番がなくて、逆に2020年、藤田選手はお株を奪われるみたいな感じだったんですけど、しかし翌年はゴールキーパー、阿部選手の台頭もあり、わずか2試合の出場にとどまると、藤田選手の序列が第3ゴールキーパーまで下がったと、小島、阿部で回すっていう風な感じで、2021年やってたと。そんな状況もあり、2022年から栃木にレンタルに出されました。7試合の出場にとどまりましたが、引き続き栨木のレンタルになった今年、2023年は、なんと32試合出場ということで、キャリアハイの数値を記録したと。めっちゃ試合出れたよねっていう風なところですよね。加えて U22 日本代表にも選出され、まあ、将来のパリゴリン代表ですね。ゆくゆくは、選出されたままね、ゴリン代表にも、パリゴリン代表にも選ばれれば、まあ、おそらく鈴木彩艶選手とスタメン争いになるという風なことが予想されるという風なところですね。現在、新潟の守護神として君臨するのは、今年日本代表にも選出された小島良介選手であると。浦和が正式にオファーをしたという報道も出ており、マリノスはじめ獲得に動くのではというクラブは噂レベルを含めて多くあると。非常に今後注目されている選手と言っていいわけですね。まあ、実際、新潟も遺留に努めるでしょうし、松橋監督の続投も決定したので、遺留できる可能性は上がったと見るべきなんですが、まあ、去就は不明であると。まだ分からない。まだシーズン途中でもあるしね。町田は本当にオファーしているのであれば、若返りも含めて、藤田選手に白羽の矢を立てたと見るのが妥当であると。現在の町田のゴールキーパー構成で見るとですね、もう、ポープ・ウィリアム選手29歳、福井選手28歳、バーンズ・アントン選手は20歳なんですが、まあ、出場機会なかなか得られてないよねと。ポープか福井かっていう感じで回してましたね、黒田監督は。で、ストイシッチ選手は契約満了と。もうこれも発表されてると。で、町田に関してはゴールキーパー、シュミット・ダニエル選手を獲得するのではという噂もあるわけですが、まあ、そんなシュミット選手も31歳と。まあ、その実力派はいるけれども、年齢的には近しい層が3人固まっちゃうっていう風な状況になっちゃうんですよね。なので、パリ五輪代表選手を掲げておきたいという台所事情もわからなくないと。まあそういったところですよね。一方で確かに新潟小島選手を遺留できるかどうかで大きく状況は変わるだろうと、まあ、本当に小島選手の去就がかなり玉突き的に影響してくるのは間違いがなさそうであると。実際ですね、まあ、今の新潟のサッカーにおいて小島選手のディフェンスラインでのビルドアップ参加はなくては成立しないレベルで不可欠な存在。まあ、小島選手いなくなるとそもそも今の新潟サッカーを同等レベルで体現するのは結構しんどい。セカンドキーパーの阿部選手はビッグセーブ、セービングの技術はあるもののですね、その足元の技術っていうのが残念ながら、まあ、小島選手になかなか及ばない部分があると。天皇杯とかカップ戦とか、まあ、阿部選手出番今年もね、ありましたけれども、まあ、リーグ戦でもあったけどね、その、なんだろう、イージーミス、そこで足元ミスっちゃうとやばくないっていうのが結構あったんですよね。去年もあったの。去年なんだっけ、天皇杯熊本戦かなんかで結構大ミスしたりとか、そこら辺がやっぱなかなか改善されないっていう部分があって、ピンチを招くシーンが多いのは実情であると。で、そんな阿部選手の比較で言えば、藤田選手をレンタルバックした方が小島選手が移籍した場合の補填としてはまだ強度を保てるでしょうと。若さだけではなく、栃木 SC で経験を積んだことで安定感が出てきたと。やっぱ波がありましたよね、2020年ね。時折見せるビッグセーブはあったし、多分、ディフェンダー陣も、その19とか20歳ぐらいの藤田選手に、こう、いろいろ背負わせんのはっていうことで、ディフェンス陣も奮闘してたりしてたんですよ。当時ね。
でもやっぱりそのポカがあったりとかっていうのはやっぱ2020年当時あったし、でもやっぱ栃木 SC での、あの出場経験を得てですね、やっぱ足元の技術も年齢考えれば同世代のゴールキーパーの中では上位レベルと言っていいのかなというふうに思いますし、非常に安定感は増してきたと。とはいえなんですけど、やっぱ小島選手と同等かというと残念ながら劣ってしまうと。もう正当な後釜とはなかなか言いづらい部分があると。で、小島選手と同等クラスのゴールキーパーというのがまず J リーグ内にそそいないですよねと。これはまあ小島選手の移籍のね、噂みたいな話は結構たびたび出してますけど、まあ鳥栖のパク・イリグル選手だったり、湘南のソン・ボンム君選手だったり、札幌の高木選手、クラスでようやくトントンと言えるかどうかだから、小島選手並みではないんですよね、このクラスでも。という状況。一方で、新潟的に新たにそのクラスの選手を招聘するぐらいなら、今後の成長余地を含めて藤田のレンタルバックという選択肢に行き着く理由もある程度理解できると。まあ、なぜならばですね、やっぱり、その、お金は有限である。補強ポイントは多数あるわけですが、限られた予算と既存選手の遺留でどれだけ、まあ、費用がかかるのか、というところと、そう、遺留がね、余計、多分今年がよりしんどくなってくるのかなというところで、まあどれだけその余白というか金銭的余裕がどれだけあるのかですけど、それほどないはずであると。一方で藤田選手はやっぱり新潟のね、下部組織育成出身の選手であり、まあホームグローの該当選手でもあると。小島選手のプロテクトを最優先としながらも藤田選手のレンタルバックが多いにあるのかなと。パターン A、パターン B みたいなね、感じであるのかなっていうふうには思いますけれども、多分、新潟としては、アタッカーとか、ストライカーとか、あとは、ま、複数ポジションできる守備的な選手とか、なんかそこら辺を、ま、二人、三人取れればっていうようなところで動いてるんじゃないかな。オフの補強は、基本的には現在の主力をきちっと残した上で、アタッカー、ストライカー、守備的選手、ポリバレント守備的選手みたいな感じかなというふうに思うんですけどね。となるとゴールキーパーは、まあ、その最悪小島選手がね、欠けてしまった、抜けてしまったっていうふうな場合は、まあ、藤田選手を残すっていうのを、もう、ね、第一優先として考えるってなると、まあ、ゴールキーパー新たに見つけてくる。まあ、このクラスをオファーするって言って、果たして新潟に来るかっていうと、またそれもまた大変な話になってくるんで、どうなんだろうっていう部分はありますけれども、おそらくそうなるのかなと。ねえ。いや、わかんない。その西村選手とか、瀬口選手の去就にもよるけど、もう単純にこれぐらい取ってきた上で、まあ、その藤田選手、阿部選手を競わせるみたいなこともあるのかもしれないし。実際出場機会的には、その、正志監督になって、そのゴールキーパー、その主戦のゴールキーパーじゃないから出番が全くないですっていうのは全くない。逆に全くないとは思うんですけど、コンスタントにフル出場し続ける、試合出場を重ねるっていうのは、やっぱちゃんと信頼を得て、じゃないとしんどいかなというふうな部分はありますと。まあ、とにかくどうなるかというふうなところは注目であるという話でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね。iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中。まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。